皆さんこんばんは。今回はトータリーアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思います。ではメインメニューからサンドボックスを選びます。マップ選択画面です。安心を選びます。今回はホップライトとアーチャーの戦闘力の違いについて確かめてみたいと思います。ではまずアンシエントファクションを開いてホップライトを選んで、青チーム側の左前方付近に1ユニット配置します。そしてメディバルファクションを開いてアーチャーを選んで、赤チーム側の右前方付近に1ユニット配置します。予想としましては、まずコスト的にはホップライトの方が40上ですよね。なので数字だけを見るとホップライトの方が有利なんですが、それとあとホップライトはシールドを持っているので防御力がある程度ありますから、その点は、しかもヘルメットかぶってますしね、なので有利だとは思うんですが、 あと鎧も着てますよね。有利だとは思うんですが、どうなんでしょうね。接近戦タイプなんですよね、一応。それに対してアーチャーは遠距離タイプなので、先制攻撃はアーチャーの方が入ると思うんですよね。で1回の攻撃 でそれに対してホップライトは飛んできた矢に反応してシールドでかわすっていうことはできないと思うんですよ。シールドは固定の位置に持っておくっていうことしかできないと思うので、このゲームの特徴として。なので最初のアーチャーの攻撃は当たってしまうと思うんですよね。命中すると思うんですよね、ホップライトに。なので1回のアーチャーの1回の攻撃でホップライトがキルできるようであれば赤チーム側の勝利ですし、1回ではキルできなくて2回3回の攻撃、アーチャーの攻撃が必要ということであれば、その間にアーチャーのリロード待ちの間にホップライトが接近戦に入りますので、青チーム側の勝利という予想になります。では確かめてみましょう。青チームホップライト1ユニット VS 赤チームアーチャー1ユニット、バトルスタート。さあ先制攻撃はアーチャー、あーシールドに当たった。これはもうホップライトが有利です。ホップライトのスピアーとシールドの攻撃ですね。なかなか体をぴったりくっつけてアーチャーもいい感じに動いてましたね、攻撃が当たりにくいように。ですがさすがに無理でした。矢をシールドで受けられてしまったのが最大の敗因ですよね。シールドに当たらないように何とか本体に当てることができればアーチャーも有利になるのではないかと思います。この辺ですね、これをベストアングルとしてタブキーで戻ります。ではここから先はアーチャーを何ユニットまで増やせばホップライトに勝つことができるかということを確かめてみたいと思います。先ほどのアーチャーの右隣に配置して横一列密集体系です。どうでしょうね、まだちょっと結構シールドで避けられそうなのでアーチャーの矢を、なのでまだホップライトが有利かなと思いますので青チーム側の勝利と予想します。では確かめてみましょう。青チームホップライト1ユニット VS 赤チームアーチャー2ユニット、バトルスタート。さあ先制攻撃は当たりました。本体に2本とも当たってますね。アーチャーの矢が本体に2本当たれば、今回はシールドで避けられずに本体に2本とも当たりました。このパターンだとアーチャーが有利ということなんですね。これはいいデータが取れました。ベストアングルはこんな感じですかね。もうちょっと右に寄せましょうか。これをベストアングルとしましょう。これで結論が出ました。ホップライトとアーチャーの戦闘力の違いは1
対1から2対1の間ぐらいであるというのが結論です。というところで今回の動画は終わりにしたいと思います。続きはまた次回の動画でプレイしたいと思います。それではお疲れ様です。